2月にホワイトウォールに履き替え、約8000キロ走行、フロントはちょっと乗り上げ、段差を乗り上げるのでやっぱり、結構傷だらけで剥げてきてますが、一気に剥げないですね。削れるような感じですね。特に、左側はひどいですね。しょっちゅう縁石に乗り上げているので、剥げまくってますが、削れるので剥げると、いうことですね。自然には剥がれないということですね。ちょっと明るくして、まあ傷だけで剥がれはないですね。めくれ剥げはないです。これは削れですね。縁石に乗り上げての削れです。耐久性は、自動車でもまあ8000キロ乗ってこんな感じですね。以上、自作ホワイトウォール、自作ホワイトウォール屋さん以上です。2月から11月、現在11月のな何日だ、7日か今日は、約9ヶ月、8000キロ走行の自作ホワイトウォールでした。